ジオフロントとは、講義には地下空間の総称。競技には地下に作られた都市、及びその都市計画のことを言う。名称はウォーターフロントからの造語で、地下の開拓戦の意味。一般的には、後者の競技の意味で使われる。以下でも、競技の都市計画のジオフロントについて述べる。地上の建造物が密集した過密都市において、地下の高騰や環境問題等に対応するため、 地下空間の有効利用を図ったものであり、通常は大震度地下の計画を総じてこういう。単純に地下に都市機能を作り出すだけでなく、ジオフロントの都市同士をつなぐ地下鉄やパイプライン、さらにはそのパイプライン内を浮上して飛行するエアロトレインの構想もある。ジオフロントを建造する最大の利点は、台風や豪雪などの気候条件に左右されにくく、また、 都市地下に作ることで長い時間を要することもなく通勤できる。また地震に対しても地下の強固な岩盤に都市を作ることで意外と安全性が高く作れるのではないかとも言われている。ジオフロントのような巨大な地下空間を建造することにより地下水利を完全に変えてしまうため周囲の環境への影響や新たな災害の発生が懸念される。また使用される 膨大なエネルギー供給源の確保、ジオフロント内部で生まれた排熱や汚水、ゴミ等の処理、新鮮な空気の循環、大雨や洪水による浸水や水没、地震や火災など緊急時の対処法、最高方法など、実現させるために必要な技術の開発はまだまだ、追いついていない。またジオフロントの構想ができたのは、地下が異常に高騰した、バブル景気の頃であったため、 地価が下落した現在では、莫大な建造費に見合う採算が取れるのかというのも疑問視されている。電柱の地下化ですら進んでいない状況である。および、利点でも書いた通勤時間の点もテレワークで省略できる。したがって、通信や遠隔操作を発展させ、都心から郊外へと人を分散させる方が、技術的な面や資金的な面から言っても、ジオフロントより、 ずっと効率的である。通勤が必要な場合でも、勤務地と住宅の距離を短縮したり、鉄道の高速化を行うことで、問題が解決できる場合が多い。それら既存の再開発手法でも解決が難しい問題に備えて、現代ではジオフロントよりもハイパービルディングを建設する方向で、計画が立案されている。都市機能すべてを地下に移設する方法は、 問題が多いため、デパ地下や地下通路など、地上生活を補助する目的での地下空間の活用のみは、今後も進められる見通しである。ありがとうございます。